そういえばあいつ、いつもこんな感じなんだよな。ああ、これから迎えに行くやつの話だ。ノーマって言うんだけどさ。勢いだけというか、何も考えずに行動するというか、とにかく周りに迷惑ばかりかけるやつでさ。一番最初に会った時だって、あいつ魔物に追いかけられてたんだ。しかも自分で魔物の巣を荒らしておいて、どうして助けなかったのかっていきなり文句を言ってきて、そのまま勝手に仲間になるってついてきたんだよな。いつもお宝お宝言って、いろんなものを漁って、毎回なんか厄介な問題を起こすけど、不思議と憎めないんだよな。ほんと変なやつだよ。
なもんだろ。何やってるんだよ。おお、セネセネちゃん、何撮ったの。はあ、お前がアドリビトムに入りたいって手紙出してきたんだろう。しかもこんなところまで迎えに来いって。そうだっけ。それよりさ、ここここここ素材がわんさかあるじゃない。お宝お宝ザクザク。おい、行くぞ。ちょっと待って、まだあそこの岩陰調べてない。せねせね。一人であんなところをうろついて、あの時みたいに魔物に襲われたらどうするつもりだったんだよ。おい、聞いてるのか。あ、まあ、全然聞いてない。それよりさ、この船お宝積んでないの。結構広そうじゃない。いろいろ隠し部屋とかあったりして。行くぞ。相手するだけ時間の無駄だ。あの子変わってるわよね。どんくさいっていうか鈍いっていうか、なんか見ててイライラするのよね。ちょっとコレットのこと悪く言わないでよね。確かにあの子はどんくさいし鈍いし天然だし、すぐ転ぶしバカみたいにお人よしだし、犬に猫って名前つけたりするけど、でもあの子はいい子なんだから。ちょっとちょっと、何マジになって怒ってるわけ。っていうか、マルタだっていっつもコレットに突っかかってんじゃない。私はいいの。だってコレットと私は。あれ、イリアとマルタ二人ともどうしたの。別に何でもないわよ。あんたもいろいろ大変なのね。うん、
かしら。高機短術鏡、ざっと目を通してみたけど、やっぱりこれはソウルアルケミーの技術の一端よ。こないだが聞いた魔術のあけぼのな技術だな。でもそれは一体どういうものなの？根底にある理論として、まず全ての物質はドクメントを持ってるってことよ。ドクメント？見せた方が早いんじゃない？そうね。じゃあメルディ、ちょっと協力して。はいな。見てて。わいわー、メロディーが周りに輪っかができたよ。これがドクメント、メロディーの情報、あるいは設計書みたいなものと思って。物質はまずこのドクメントというエネルギー体ありきなの。自分の設計書を持ってみんな生まれてくる。これは生命の営みでもあるの。そしてさらに細かく見ると、これは潜在能力とか病気になりうる要素とか、設計書のさらに細かいところね。ドクメントと物質体は互いにフィードバックし合ってるの。治癒術ってのは実はここに干渉して傷や疲労を治したりするの。みんな知らずに使ってるけど、いわゆる呪いってやつも実はこのドクメントに干渉して相手にダメージをすり込むわけ。このソウルアルケミーはドクメントをいじったり作り出したりする技術。ニブナの里に伝わる人工精霊もこれの応用よ。ドクメントの中の人を人たらしめている設計をいじることができるんだもの。人の存在や形を変えてしまうこともできるかもしれないわね。なるほど、生物変化はこの仕組みで起こっているかもしれないのね。じゃあドクメントを閉じるわね。